どうも、テヒラクです。はい。ということで、ですね、これはですね、まあ、1年と2ヶ月ぐらいですかね、ずっとこのチャンネルやってまして、まあ、ちょっと近頃ですね、バズったんですね、かなり。ものすごいバズったっていうのがあって、それをですね、まあ、その感動をちょっとこの東雲愛子ちゃんとですね分かち合おうかなと思っているので、まあ今回はですね、そのどっちが主役かっていう、まあ、大事なところなんですよ。こういうのは、これは今回は視聴回数が主役なわけで、東雲愛子ちゃんは主役じゃないんですけど、その反応をですね、やっぱりこう見ていろいろと意見をいただこうかなと。てるるんってことで、とりあえず自分の携帯を東雲愛子ちゃんに渡して、でいろいろと反応を聞きながら、まあ、自分の動画、まあ、今後ですね、視聴回数等どうやったら上がっていくのか、まあ、いろいろとアドバイスを聞きたいなと思います。はい、ということで、テヒラクルでお願いします。東雲愛子ちゃんの愛称はないけど、とりあえず、まあ説明を、はい、勝手に喋ってもいいけど、勝手に喋る、一問一答的なやつでいく、そうしましょう。すげえ緊張してる。これ生放送じゃないか。あ、そっか、うん、でも編集しないからね。あ、そっか、うん、全部使っちゃうから。そういうチャンネルだから。オンエアですか。オンエア、オンエア、全部オンエアし、オンエア。ってことで、まあこの画面も今、画面録画と、ここでの録画が同時に行われているから、視聴者もこの画面を見ながらこの音声も聞いてるという状態、うんうん、そういうので今映ってるんですけど、まあとりあえず報告としては、リアルタイム48時間、これどういう意味かっていうと、これたった今なんだよね、うん、で48時間前2時間前の今の8時半、そうそうそう、まあ、これは視聴回数っていうので、うん、48時間に2日間でこっちに来て、まあ瞬間で飛ばした人も含めて、2300人いるっていう、うん、だから1日で約1150人、ね、うん、そうそう、すごいね。すごいですね。 すごいよね、うん。あれだ、これ、あ、でも大体話してるうちに慣れてくるから、自分は400動画撮ってるから、うん、かなり慣れてきた。ベテランですね。そうそう。そうそう、ベテラン、なんだっけ、読者が32人しかいないベテランです。すんげえ少ない。で、まあついでに言うと、リアルタイム60分、この1時間で、まあ、64人が、まあ、視聴しているという感じですね。まあ今までありえない数字なんですけど。少ないんですか。もう多い多い、もうとにかく1時間で自分のしょぼいチャンネル見てる人が64人いるっていうのはすごいと思う、うん、で、さっき1回、うん、プレで、状況をその東雲さんに見せたんですけど、うんうん、ですね、どれかな、これかな、これじゃないな、このもたもた感が半端じゃないな、これかな、これの、これ、こっから行こうか、1ヶ月、うん、ここ最近5月20日から、まあ、あれですよ、毎日 YouTube のこの関係に関しては仕事してます、うんうんうん、毎日仕事して、毎日動画ほぼ上げて、どうだどうだってやってて、どうだどうだってやってって、この辺のこう27日の上がりとか山、ちょっと待って、今あれかな、もうやめようかなとかって思う、思ってるわけないじゃないですか。まさか、始まったばっかりですよ。うまいね。すいません、素人なもんで。で、27日、あ、素人は自分が素人っていう話、ね、で、27日の山も6月3日のこの山も、まあ同じことなんですよ。これは27日から始まってまして、うん、5月27日、まあその前の26日に
動画上げたんですけど、それがあのハンターハンター芸人のテレビを視聴しながら、ハンターハンター芸人の画面は出ないんですけど、あの音声がちょっと出て、それに対して自分がコメントをするっていう、ハンターハンターっていう漫画のコメント、その時の視聴回数がこの5月の27日のこの高さ、これも相当高かったんですよ。あの、すごい人がいて、あ、こんなに、ハンターハンター芸人、ハンターハンターが好きな人がたくさんいるんだなと思って、まあ、しばらく経ってたらちょっとあの増えてきたんですね、増えてます ね、 そうですね。ハンターハンター芸人見たい人がたくさん自分のチャンネルを踏んじゃって、誤って見てしまったっていう感じだったんですけど、それで、あ、もしかしたらこれハンターハンター芸人ウケんじゃねえみたいな、ちょっと思ったんですよ。ちょっと思っちゃったんですね、思っちゃった。そんであのハンターハンター芸人っていう中身がですね、あの、テレビってやっぱり放送しちゃうとネタバレになっちゃうので、あの大部分のいいシーンっていうのはカットされてます、で、まあ、あのもったいないなと、あのあまり読者っていうか視聴者にハンターハンターの良さが伝わってないなと、まあそういうこうテレビならではの難しさがあって伝わってなかったので、自分の方でハンターハンター芸人のその言いたかったところを、言いたくても言えなかったところをネタバレになっちゃうから、それも YouTube で言っていこうと思って、まあそれをちょっとずつ始めたんですね、そしたらまあ、6月10日あたりで最高点を到達したと。あのこれはすごいですね。どんぐらいだろう、2000最高点、2000人ですか、2000人、1日2000、そんな感じで、まあ、ここもハンターハンターですか。もうだいたいこの5月の27からハンターハンターの波が来てる、ちょっといけるなと、そうですねそうですね、いいよ、あのボケてもいいんだよ、あ、何言ってもいいんだよ、全部使っちゃうからっていうことでですね、これ1ヶ月の話、で、まあ、あの説明を簡単にすると全期間、まあ、全期間でちょっとあの、まあ、最初の方は若干自慢もあったんですよ、この最初の方のこの波、6月から8月後半にかけて、この波が何かっていうと、あのさっき篠目さんにも話した通り、デジタルハンドスピナー、あ、ハンドスピナー、デジタルハンドスピナー、流行りましたね。そうそう、流行った、あの一部、ごく一部の間で、ヒカキンさんがですね、まあデジタルハンドスピナーと、あとセイキンっていうそのヒカキンさんの兄の方です、まあ対決するっていう、デジタルハンドスピナーで回転数を競い合うっていう動画を自分が見て、瞬間アプリ入れてその日のうちに、デジタルハンドスピナーの動画をアップしたみたいな、そしたらそのやっぱりキッズがヒカキン見て、あ、そのついでに関連動画、そうそう、ついでついで、 これすごくねみたいな、そうそう、なので、この6から8月夏休み期間中はですね、あのすごく、加藤が再生回数が多かったということですね、視聴回数ですね、そうなんですよ、あのまあ一応ここであれがあったんですね、あのデジタルハンドスピナーの回転数を、1000回転突破するっていう目標で、はい、いいよ、咳でもあくびでもどっちでもいいよ、あくびでした、あくびだった、あ、そっかで、あのなんだっけ、その1000回転突破するっていうのを目標にずっと2週間、まあ、頑張って、結果1077回転ぐらいした、あのめちゃくちゃ難しい、すんげえ難しい、出すの本当にあの人体の限界を超えたから自分結構そういうの得意なんですけど、それでも出なくてずっと辛かった、あの苦戦したんですね、指が焼けるように痛い あれは、で一回出してやりました、あの、はい、あ、もう出たからもう出たからやる気がなくなって、ということがあって、まあまあこのデジタル&スピナーにどんだけ食っていけるかなと思ったら、そうはならなかったと、そううまくはね、いかないですよね、そうですね、どん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 こう上がっていくみたいなことはならない、でも12月とかも終わってますね、この辺はね、
自分にとって悲惨な時期があった。うんうんじゃない。今もっちゃ今まあ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 ですよ今、うん、ということで今日現在まあ今日現在をこの1年で含めて見てみると、この瞬間そうですね瞬間2000人っていうのは達成してると、素晴らしい、ありがとうございます。まあトータル6万っていうまあしょぼいチャンネルなんですけど、うん、あの動画これからですよ。これからも馬車馬のように働いていきますんで、あのよかったら見て、あのでチャンネル登録してなかったら、うん、チャンネル登録していただけると、まあ、嬉しいかなと。ありがたいですね。ありがたいですね。思います。他も話すことあるけど時間この辺にしとく。いいよ。そうしますか。ああ、そうしよっか。じゃあ今日はありがとうございました。あ、はい。あの篠宮愛子ちゃんに。はい。また登場します。ああ。というらしいですよ。あの登場しなかったらそういうことだと思って、はい。あまり聞かないでください。はい。悟ってください。はい。じゃあどうもあのご視聴ありがとうございました。失礼します。